18年ぶりに優勝を目指す阪神タイガースは、最後の阪神優勝監督でもある岡田彰布が監督に就任。そんな岡田のもと、最後に優勝した2005年にエースとして投げていたのは井川慶です。そして18年の時を経て、今の阪神には井川2世候補が2人います。井川2世候補は、井川のような活躍で阪神を18年ぶりの優勝に導けるでしょうか。セリーグ最後の20勝投手、井川は高校時代に川口智也、能見篤と並んで高校生左腕サンバガラスと呼ばれ、1997年のプロ野球ドラフト会議で阪神タイガースに2位指名を受け入団。身長186センチ、体重93キロ、左投げ左打ちの投手です。1年目の1999年5月に高卒ながら中継ぎで1軍プロ初登板を果たし、同月にはプロ初先発で初勝利。3年目の2001年には先発ローテーションに抜擢され、初完投勝利を記録し、オールスターゲームにも初めて出場しました。最終的に防御率はリーグ2位の 2.67 という成績を残しましたが、打線の援護がなく、チームも4年連続最下位、9勝13敗と負け越し、敗戦数はワースト1位を記録しました。4年目の2002年は初の開幕投手を任され1失点完投勝利。最終的に初の2桁勝利となる14勝を挙げ、206奪三振で最多奪三振のタイトルを獲得しました。防御率は 2.46 とリーグ3位で、投球回 209.2 回、完投数8はリーグトップの成績です。5年目の2003年は2年連続で開幕投手を任され、6、7月に4戦連続完投勝利を挙げ、8月の完封勝利で自身12連勝を記録しました。最終的に20勝5敗 206.0 回、179奪三振、防御率 2.80、 完投8という成績を残します。最多勝利、最優秀防御率のタイトルを獲得し、最優秀投手、沢村賞、MVP、ベストナイン、最優秀バッテリー賞などで表彰され、阪神の18年ぶりのリーグ優勝に大きく貢献。この年の井川以降、2022年シーズンまで20勝投手は現れていません。6年目の2004年10月にはノーヒットノーランを達成。前年より調子を落とし11敗、防御率 3.73 と成績が悪化しましたが、14勝を挙げてチームのエースとしての役割を果たしました。また投球回 200.1 回、228奪三振はリーグトップであり、自身2度目となる最多奪三振を獲得。7年目の2005年8月には1000投球回を達成しました。この年は最終的に13勝9敗、防御率 3.86 の成績で2年ぶりのリーグ優勝に大きく貢献。8年目の2006年は14勝を挙げ、5年連続2桁勝利を達成しました。また194奪三振と奪三振能力も衰えず、通算3度目となる最多奪三振のタイトルを獲得。オフにはポスティングシステムでニューヨークヤンキースにメジャー移籍します。井川の特徴はオーバースローから投げる最速151キロのストレートと、フォークボールのように落ちるチェンジアップ、スライダーです。またマウンド上ではどんな場面でも感情を出さないポーカーフェイス、さらに左投げから右打者の内角をつくクロスファイヤーが持ち味です。ボールの威力自体はメジャーでもトップクラスとの評価を受けており、2007年にはハードヒットアベレージの低さがチーム2位の1割9分6厘をマークしました。また3年連続の200イニングを含む4度の200イニングに加え、3度の最多奪三振も獲得しており、三振を奪うタイプでありながらイニングイーターでもあるため、周囲からはスタミナお化けという評価も。井川は近年の阪神があとわずかのところで届いていない優勝に最も貢献した投手と言えるでしょう。2023年の阪神の投手陣は NPB でも群を抜いて強力です。しかし阪神の優勝には井川のようにイニングを消化し、さらに三振も奪える投手が必要でしょう。井川の後継者は、井川が自身の後継者として期待する選手は門別慶斗です。門別は2004年生まれで北海道出身。小学1年時に野球を始め、6年時に北海道日本ハムファイターズジュニアに選出され、中学時代は軟式野球部で同選抜に選ばれました。東海札幌高校時代は地区大会で敗退。それでも2022年春の地区大会で最速150キロを計測し、2022年のプロ野球ドラフト会議で阪神タイガースから2位指名を受け入団しました。
オーバースローから投じられる最速150キロのストレートをはじめ、スライダー、カーブ、チェンジアップ、ツーシームなど空振りを取れる変化球が持ち味です。また自身のセールスポイントとして、クロスファイヤーで右打者の内角をつく投球スタイルと、マウンド上では常にポーカーフェイスである点を挙げています。このような特徴は井川の特徴でもあり、周囲からは井川に似ていると言われることが多い選手です。門別を担当した笠井実スカウトは、非常に体がしっかりしていて、体力的にもしっかり投げてきている投手、エンジン的には似ている、やっぱりストレートで押せるところが少し似ているのかなと、井川を目指して生きる素材だと思いますと、未来のエースになれる逸材と評価。左投げ、高卒ドラフト2位入団、球種、クロスファイヤー、ポーカーフェイスなど井川と共通点が多い門別ですが、周囲からはボールの出所が見えづらいあたりだったり、投げ終わりの感じが井川にすごく似ていると言われたことがあるそうです。門別は2月24日に行われた社会人チームとの練習試合で8回から5番手で登板し、プロデビュー戦ながらも1回を3人で片付ける完全投球を披露しました。その投球を見た和田二軍監督は、初のマウンドとしては十分の出来、全くバタバタすることなく、もうちょっと緊張感持ってやれって言ったんだよと、期待を裏切る回答を笑顔で称賛。球も強いし、カウント 3-2 から粘れるのがいいところと、門別の強みを分析し、適性についてはもう先発先発、十分頭からいける投手と評価しました。井川は映像で門別の投球フォームを見て、すごく綺麗な投げ方、しっかりと鍛えて焦らずじっくりとやってほしい、持っているものは全然自分よりも上と、同じ左腕であり井川2世に化ける可能性があると称賛しています。井川は門別を未来のエースとして期待していますが、岡田は井川2世として別の選手の名前を挙げました。もう一人の井川2世候補、岡田が井川の後継者として評価するのは西純也。オーバースローから繰り出す最速155キロのストレートとスライダー、フォークのほか、カーブ、チェンジアップ、スプリットの多彩な変化球が武器の右投げ右打ちの投手です。創志学園高校時代にアンダー18代表に選出され、投手としてチーム最多の4試合に登板し、13.1回、防御率 1.35 の成績を残します。一方、投手でありながら高校通算本塁打は25本であり、アンダー18では指名打者としても起用され、大会本塁打王を獲得する活躍。特に7番指名打者として出場した対南アフリカ戦では、2本塁打8打点を記録しました。奥川康信、佐々木朗希、及川正樹とともに高校ビッグ4の一人として注目され、2019年のドラフト会議では阪神タイガースから1位指名を受け入団します。2年目の2021年5月には1軍初登板初先発を果たし、プロ初登板にして初勝利を手にしました。10代の投手が初登板初先発で勝利を挙げるのはドラフト制以降では2人目で、19歳8ヶ月での記録はドラフト制以降では最年少という快挙です。3年目の5月にはプロ初完投勝利を挙げたことに加え、8番で起用されプロ初本塁打を放つなど、投打で活躍を見せました。以降、西が登板する試合では8番で起用され続けています。最終的に14試合に登板し、6勝3敗、 77.1回、145奪三振、防御率 2.68 の成績、打者としても打率2割3分1厘、1本塁打、打点4の成績を残しました。2022年秋季キャンプでブルペンでの投球を熱心に見守った岡田は、西は体とかほんま大きなって、体力とかスタミナもあるし、故障もそんなにしない、ちゃんと理にかなった投げ方してるんやろうな、だから投げられるんや、落ちないやんか、100球いってもな、ちゃんと無駄な力入らずに理にかなって投げてるから、それで投げられるんやろなと分析。またキャンプではまっすぐしか投げさせてへんからな、でもまっすぐ投げるんが一番しんどいんやでな、カーブとかやっぱり投げてても楽やもんな、まっすぐが一番しんどいんや、あれ投げるんはと、100球以上投げても球威が落ちないため完投能力があると評価しています。他にも岡田は、今までは外からしか見てなかったけど、一緒にやってユニフォーム姿を見たらえぐい体しとると思ったもんな、だから井川とダブるような体つきやわと、西のシルエットを井川と重ね合わせていたようです。さらに、1年間ローテーションを守れれば2桁以上勝てる力があるともコメントしています。
また阪神 OB の藤川球児は2022年8月18日に行われたヤクルト戦で西が5回2失点の成績を収めた様子を見て、全体を通した投球内容も球大点であり内角勝負ができると評価。西の長所は勝ち気なところで、日本ハム伊藤のようにこれからもマウンド上で感情を表現していけばいいと気迫を前面に出した投球スタイルに期待しています。西は2023年にかける意気込みとして、今年は2桁勝利と規定投球回を目指して頑張りますと宣言。門別と西のどちらが井川2世になるのか今のところ分かりませんが、今後の2人の活躍が楽しみです。最後までご視聴いただきありがとうございました。今後も野球動画をどんどん出していきます。いいねやチャンネル登録、コメントをしていただけると明日への活力になりますので、よろしくお願いいたします。